新州1号は、1999年11月19日22時30分に、主戦衛星発射センターから打ち上げられた中華人民共和国の宇宙船、新州の最初の無人飛行ミッション。宇宙船には、生命維持装置や緊急脱出装置を備え付けて、いなかった。21時間11分で地球の軌道を14周し、翌日18時49分に、 ナミビア沖に遊浴していた中国海軍の遠望3号から逆噴射ロケットへの点火の命令が出された。大気圏再突入にも成功し、19時41分に発射場所より 415km 東で、カラス海市よりも 110km 北西の内モンゴル自治区へ着陸した。新州の最初の飛行となった一号は、その後の飛行とは違って、 太陽電池パネルを開く代わりに固定型の太陽電池を取り付けて飛行した。またこの回の飛行では軌道の変更も行わなかった。宇宙船の設計責任者赤発によると宇宙船に乗せた13のシステムのうち8つしか満足に働かなかったということである。新州1号は調整2号 F の試験を主目的に設計されている。宇宙船のシステムや機能については モジュールの分離、姿勢制御、リフティングボディによる再突入、耐熱シールド、地上での回収などの試験だけが行われた。新州1号は宇宙環境の効果を調べるために1 0 0ラムの種子を積んで飛行した。1999年6月に、10月にこの打ち上げが行われると発表された。ほぼ同時に中国軍より、 調整2回の発射台や宇宙船組立棟の画像がインターネットで公開された。主戦衛星発射センターでの推進剤爆発事故が報道されたことにより計画は若干延期された。ありがとうございます。